割とそんなわけで、えっ、ー、と、昨日沖縄琉球大学に行きまして、えー、日本の外国語教育と文法教育という研究会に参加したんですよ。で、これがですね、まあその外国語教育って言った時にはいろんな言語の人がいるわけですよ。だけれども、これの、まあ、発起人の人たちが、まああの、フランス語系の人なんですよ。だからどっちかっていうとそのフランス語に関する発表が多くて、 で、まあ、それ以外の言語もありましたね。その、アラビア語の人とか発表してましたけれども。で、まあ、僕自身は、那覇空港に9時20ぐらいに着いて、まあ、そこから移動したりして10時過ぎぐらいから発表を聞き始めたんですけれども、お昼休み終わって、お昼休みにそのフランス語系の人たちで、わーって、なんかその、学食やってたんですよね。学食に行って、このなんかた、あの、みんなして食べたんですけども、なんかね、 久しぶりにフランス語の世界にどっぷりって感じですね。だから、あんまりないんですよ。うん、例えば、あの、僕んだけにフランス人いますけれども、そのフランス人がフランス人と話していて、まあ、向こうも、なんていうか日本語できちゃうっていうかしね。だから、その、日本語とフランス語の混ざってるような言語で喋ったりすることが多いんで、昨日、その、 お昼一緒に食べた人たちは、一人が、まあ、日本人で、あと4人フランス人だったんですけど、まあ、だからもうそこも完全にフランスだったんですよ。あの、完全にっては後で訂正しますけれども、フランス語ばっかりで、なんからね、やっぱ聞かないとダメっすね。なんか言ってることはわかるし、こちらとして言いたいこともまあ言えるは言えるんだけれども、やっぱり錆びますよね。その使ってないものは錆びますよ。だから筋トレと同じで、よく僕筋トレに例えますけれども、まあ、筋肉がない割に筋トレに例えますけれども、やっぱり 鍛ええてててなないとと衰えていくもんだなと思ってやっぱこれはどん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 やっぱりしゃべるとか聞くとかっていうことを僕らでもやらないといけないんだろうなっていうふうに思いましたねだからそれは日常的にねできればねなおいいのかもしれないけれども。 で、さっきその訂正するって言ったのはね、その昼休みに、まあ50分ぐらいあった昼休みに何を話したかっていうと、研究会の研究テーマ、つまり文法教育とか外国語教育ではなくてね、大学行政に対する愚痴みたいなことをみんな言い始めたのよ。だから、ある大学の先生がいて、あるネイティブの人がいて、その人は、まあ、ある大学における役職者になってるんだって。で、その人が、 あのーまあ、いわゆるネイティブなんですけども、フランス人なんですけれども、日本語はものすごいできるんですよ。で日本語も書けるし、日本語も打てるし、日本語もま読めるわけで、そうすると、ネイティブの先生って、大学の役職にならないこともあるんですけれど、日本語はできちゃうと、できちゃうとって言いと言よく言わないかもしれないけど、できちゃうと他、他かの、いわゆる日本人の人と同じように役職に選ばれちゃったりするんですよ。でそうすると、まあ、ある仕事においては、そのネイティブの方が向いていると。 でもネイティブの中で日本語もできないといけないと。だからひたすらその先生がいろいろ頼まれることが多いらしくて、例えばそれこそその海外の大学との,あの交換留学協定とかね、だからそういう書類って日本語でも文章作ったりしないといけないんで、ほんでなんかその教授会でなんかしょっちゅう喋らないといけないとか言ってすごい、なんかなんていうのかな。 まああの軽い愚痴みたいなおっしゃってたけども。で、他の若手の先生も、なんかその交換留学とか認定留学とか短期留学の時に自分が付き添っていかないといけないとかね。ほんで、なんかその間に入ってる業者がそのマージンをいくらとと取ってるかとかね。なんかそんな話をしていて。で、なんかね、フランス人と話していて、でもね、日本語。 で、表現される言葉はあるんですよ。で、これは、うちの大学にいるフランス人だけかなと思ったらそんなことなくて、昨日話していた人たちも、あ、やっぱり日本語になるんだってところがあったんで、それを紹介するとね、まずね、1年生って言うんですよ。多分学年の概念が日本とフランスで違うね。3年生、4年生とか言うんだね。例4年生っていうね、複数の場合やあとね、大学院。 大学院はね、これフランスと日本とかで、やっぱり制度が全く違うんで、これ多分大学院は大学院っていう方が一緒でね。で、その辺までは、まあ、あれだったけど、まあ、そうかなと思ったけど、入試とかね <laughs>。まあ、そうか <laughs>。入試 <laughs>。あの、今日入試があるけれども、この研究会があって、この研究会で発表するっていうことで、その入試の担当から外れたんだよ。ラッキーみたいなこと言ってて、あ、入試とかね。 うやっぱり、大学、日本の大学用語っていうのはきっとあるんでしょうね。だからなんかそれを聞いていて、ああ、やっぱりそれはフランスとは違うし、その、精度が違えば言葉も違う。言葉が違って、その、翻訳できないものもあるよねっていうふうにちょっと、痛感、痛感っていうか、痛はしなくていいけど、感じましたね。それちょっと昨日、面白い発見という発見でしたね。ほんじゃまた。